一番記憶に残ってるのは、やっぱりその映画が同時進行であって、それからちょうどその直前にその、いわゆる The End of Evangelion のシングル版のレコーディングの最終作業を6月の中旬かな、そのロンドンでしてって、それがすごく寒かったんですよね。でしかもその一番最初のリハーサルの日に、台風が来て、とにかくものすごい天候で、それでなんかものすごくなんかその寒いところから日本に帰ってきて、それで家にこもって譜面を書いて、それで嵐の日に最初のリハーサルに出てって、もうなんかこう右から左からなんか、まあ映画が同時進行であって、そのなんか自分がこう風速をもろに受けてるような感じがして、でところがそのコンサートの前の日のホールに入る日に、ロンドンからみんな仲間が来て、ホテルで落ち合った時にものすごくいい天気で、それでもう夏全開っていう天気だった。そのなんかこう、まあ、一瞬その今までのその、その大変だったのが、まあ明日からのコンサートで発散できればいいかなっていう印象ですかね。
新日本フィルハーモニー交響楽団、エヴァンゲリオン交響楽、皆さんようこそお越しくださいました。ようこそ。なんだか早口言葉みたいですね。早口言葉みたいですね。3回言ってみましょう。3回。新日本フィルハーモニー交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団。おー、パン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 。よかったですね。嬉しいです。反応がなかったらどうしようとか、ちょっと袖でビクビクしてたんですけれども、ありがとうございます。新日本フィルハーモニー交響楽団の皆さんです。そして改めまして自己紹介を。はい、綾波玲役、林原めぐみです。そして、桂木美里役をやりました三井志琴乃です。いつもと違う雰囲気です ね、 そうですね。我々がステージに立つ時とは、袖で聴いてるだけでもなんかビンビン、そうです、ね、心に来て、はい、やっぱり大工とかは鳥肌が立ってしまいました。そうですね、はい、皆さんもね、ちょっとあの映像ともシンクロさせながらひとしおだと思いますが、はい、今日はなんと七夕。そうです ね、 いいですね。突然ですけれども、久しぶりに晴れた、そうですね、物心ついた頃からずっと7月7日は雨だったので、ね、今日は本当何年ぶりかで織姫と彦星が出会えますね、出会えるのではないかと思ってウキウキしているんですが、うん、役柄的に言うと、うん、美里さんがもし織姫だとしたら、はい、彦星はやはりそれはやっぱり梶君でしょう。そうでしょう。ねえ、そう、まあ、働かなさそうな彦星ですけどもね。綾波玲ちゃんの彦星っていうのはやっぱり怒り言動なんでしょうかね。いやですね、こうやってずっと怒り言動が牛、牛の上でもこうやってずっとやってたりして、牛が動いたらどうするんでしょう、一緒にこうやって動いたりして動くんでしょうかね。どんなバカな、でもなんか見てみたいような で、 す、ね、で、まあ主人公の怒り真二君、真二君が彦星だとしたら織姫は飛鳥ちゃんだとちょっと辛そう、ずっと雨が降りそうですよ ね、 そうですね。となるとやっぱりカオルくん、あ、カオルくん、続きましての曲は戦闘組曲です。どうぞごゆっくりお聴きください。Thank you.
な曲ですね。改めてこうやってオーケストラさんのね、聴くともう本当に迫力が違いますよね。なんか画面で見てるのじゃなくて、なんか体でも感じる、振動が、ねなんか今の曲なんかは私今聴いてて、レイちゃん登場のタンカーでレイちゃんが包帯ぐるぐる巻きにされて、なんか血が染みるような感じのね、あの登場のシーンがすごく今思い出しまして、あのリツコのテーマはね、あれはなんかね、2回ぐらいかかったんですよね。あの今日エヴァンゲリオン全然知らなくて、あのいらっしゃった方もそうですね、もちろんいらっしゃることかと思いますが、あのリツコっていう曲も、多分2回ぐらいで出てきたんだと思うんですけれども、あのカジ君とね、ミサトさんと3人でお酒飲んで、ちょっとカジ君をからかっているところとかね、あの大人の、大人チームで大人チームのねシーンでよくかかってます。そうそうそう、あのリツコさんのお母さんに語りかけたりとか。あ、そうですね、アスカの曲っていうのはね、一応テレビの方ではあったんですけどね、めちゃめちゃ陽気なカントリーでね。そうですよね、アスカってあの8話かなんかで、そうなんですよ、8話でしたよね、登場で、アメリカに国籍のあるドイツからの帰国子女なのに、テーマ曲はカントリーなんですよそれなんか最初ほらドイツ語で出てきませんでした、ドイツ最初ドイツ語じゃなくて、最初はねヘローだったんですよ。ヘローかなんかもう船の上で大股開いてこうやってる、私もあれがすごく印象的で、登場からパンツ見せてましたから、アスカが出てくる前まではエヴァンゲリオンっていうのはもう本当にちょっと暗い感じのね、ですよね、なんか本当に寂しい番組だなっていう感じだったんですけど、アスカが出てきたらもうガラッと変わって本当に明るくなって、 それが庵野監督の狙いだったみたいなんですけど、そうですか、よくこんなにもう本当にぴったりの優子ちゃんが現れたなって感じで、その後暗くなるのも庵野監督の狙いだったんでしょうかねそうですね、まあそのね登場人物の中でも、一番暗いと言われている、碇シンジ君。あ、碇シンジ君。碇シンジ君。今ね庵野監督っていうのがそう。いやいやいや。いやいやすみません。それでは、その碇シンジというタイトルをどうぞお聞きください。
このコンサートをやるときにそのクラシックがどうだとかそのスタンダードがどうだとか、声優さんがどうだ、歌手がどうだっていうことよりもやっぱりそのファンの人がエヴァをサポートしてその良かったなっていうかその痛快だなこういういろんなものを飲み込ん で最終的にはこんな大人数のオーケストラまで飲み込んで、まあ、こういうイベントができて、読んで字のごとく The End of Evangelion っていう要するにエヴァンゲリオンのおしまい襲撃に向かってその、それが公開寸前の映画公開寸前のコンサートで結局まあいわゆるその、世の中ってすごくこう権威主義的なところもあってそういう例えば、オクラシックとかそういうふうな、考え方をする人ももちろんいてでそれはそれで悪くないんだけどまあもしそういう、コンサートを見に来た人の中でまあコンサートを見に来たというかイベントに参加した人の中でこういろんなものを飲み込んでいくエヴァンゲリオンってやっぱり痛快だなってもちろんエヴァンゲリオンの内容もあるけれども要するに自分がそういうサポートしてきたものがいろんなものをどん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 飲み込んでいくっていう、まあ一言で言うと社会現象なのかもしれないけれども、ただやっぱり最初からサポートしてたそのファンにとってはやっぱりすごく痛快なところがあったと思うしその痛快さを出すっていうことが僕の一つのあのイベントっていうかあのコンサートの中では目的だったんだと自分では思う。
How many times must we start again? The creation of the world from beginning to end. What will it take before we learn? We gotta wake up now and show some concern. What will the future hold? How many untold stories will be told? Just what will the future bring? How many species of birds will have a song to sing? Man and man can't even get on. A man and woman's been at war for far too long. Superior race, all this black and white vision. Catholic, Muslim, too many religions. Too much hatred, too much greed. Ignorant people pollute the air that we breathe. We've got to wake up now before it's much too late. Hungry people need food on their plate. People being killed for just a few pence. Can you justify that? Cause it makes no sense to me. You're growing up much too fast. The destruction of mankind, how long will it last? I'm striving to be the next best thing will do for me. I do my best, you disagree. Holier than thou, holier than me. Committing crimes with no remorse. As good as gold, now an evil force. One word description is a diss. You look a boy down for his bag of cheating on your grip. And you don't even stop to think. Whatever happened to the dinosaurs could make us all extinct. I'm being judged by the clothes that I wear. We gotta educate, no one with a grudge to bear. But I'm content to a certain extent. You're condemned for life, it's too late to repent. Innermost beauty, such a terrible waste. Caught between a rock and a hard place. You've done. Live this life, the next year's a better one. Eat the fruit from the tree of life. If you live by the sword, you'll die by the knife. How great and wonderful are your days? How right and true are your ways? No more death, grief, crying or pain. Cause only the good things will remain. Heed my words, cause what I'm saying is true. Treat them exactly as they treated you. Wipe away the tears from your eyes. Be proud, lift your head up, reach for the sky. Worship him. There's a place in my heart that makes me understand. You play them ready like a bride dressed to meet a husband. Treat life like a learning process. I said turn right, you took a sharp left. Wake up and we'll all sleep peacefully. The sun shines but it still seems bleak to me. You tell a lie and convince me it's the truth. I'm well mannered but you still call me uncouth. I believe that there's got to be much more. I hope I'm ready when death comes knocking on my door. Maybe tonight, maybe as I sleep. It can drive you mad if you're fit to be. But don't have a breakdown, cause I called you a clown. You're full of punch and miss, I killed you with a kiss. What on earth will you do then? The hour of your death, amen. And all the prejudice that I've sustained. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Thank you. Thank you.
シーンってね、はい、ますよね。この曲を聴くと、はい、あ、そうそう、今、うん、裏で言ってたんですけど、うん、今の曲を聴くとなんか私の中では、あ、すみません、エヴァンゲリオンもし見たことがない方がいらっしゃったら申し訳ありません。私にとっては実質多分最終話みたいな感覚でやった19話のシーンを思い出すんですね。なんか、カジさんがみんな一度シンジが辞めるって言って逃げてきて、うん、カジさんがスイカをこうね育てながら、うん、俺はここでこれをやるだけだと、でも、うん、思い君にはやるべきことがあるだろうって言われて、シンジとしてこう初めて、うん、って思って自分の意思で乗りに行くっていうか、うん、すごいそのシーンはすごいお腹の中に残っていて、うん、なんかうーんっていうしんちゃんの気持ちになってしまいましたと、うん、いうことでパート3なんですけど、はい私碇しんじこと尾形恵です、私事で恐縮なんですが、私は父がですね、オーケストラに所属をしていて、はい、母が声楽をやっているという家庭に生まれ育ちました。なんで、ずっとこうクラシックに囲まれて育ってきて、で自分も実はちょっとだけしんちゃん、もちろんしんちゃんにもものすごく下手なんですけどチェロを一時期習っていたこともあってで、かつミュージカルを声優になる前ミュージカルやったんですけど、ミュージカルの役者の時にあるオペラの財団が持っている専門学校で習ってたので、毎年毎年冬にはメサイアをハレルヤを歌っていました。だからすごくこう大工とかそういうのも親しみがあって、私にとってはやっぱりなんかこうアニメはもちろん 今すごいアニメ大切なんですけども、でもこうクラシックっていうのはすごいこう私の中ではなんか古巣に帰ったようなっていうか、生まれる前からずっと音楽オーケストラクラシック聴いてたんで、あーってなんかすごいこうあるのですね、ドーンってしたもんが大教からも聴けたんですねそうなんだよ。だからさ、赤ん坊の時に、はい、多分オーケストラの方の中にももしかいらっしゃるかもしれないんですけども、私寝る時にオーケストラを聴いてたんで、オーケストラのコンサートに行くと寝てしまうというパブロフの犬のようなね、やばい反射行動があるんだけど、まあ、それを置いといて、まあ、そういうこうそれを経過してここに来ているので、だから余計にこうエヴァンゲリオンという自分にとってやっぱりすごい代表作で、すごい作品にやっぱりこうクラシックが使われるってことはすごいこう自分にとっては特別な感情がやっぱりちょっとあるんですよ。でやっぱりこう実際ここで生で聴いてみて、なんかこう震えるのが分かるのね。で多分アニメファンの人の中ではこれが初めてのクラシックのコンサートだっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、オーケストラってすごいこうバーンってくるでしょ、ずっしりっていうかさ、お腹の底にダンってくるっていうか、こういう、 こう大編成だからこそできるっていうか、そういう音楽を生で聴くっていうか、やっぱり生ってすごいいいんだよね、やっぱりね。その生で聴く感動っていうのがこう分かるんじゃないかなと思うし、分かってくれるんじゃないかなと思うし、だから面白いと思うんですよ。でこうここにいらっしゃるもしかしたらエヴァンゲリオンを見たことのない新日本フィルのファンの方にとっても、エヴァンゲリオンっていうのは今度フィルムアニメーションのフィルムとしてやっぱすごいと思うし、クラシックの使われ方が非常に効果的で、本当にないような使われ方してるんですよね。そうですね。でそれがすごく面白いので、うん、ぜひフィルムを見ていただければいいなと思いますし、またアニメーションのファンの人はファンの人で、うん、これやっぱりこうすごい面白い体験いろいろあるじゃないですか。結構今クラシックのコンサートでも面白いことやってるとこ多くって、うん、普通のところでもなんか今年私ニューイヤーコンサートに行ったところなんかは指揮者の方とバイオリンの方が全員最後のアンコールでこう客席一周してバイオリン演奏しながら回っちゃうみたいな、そういうパフォーマンスがあったりとかしてて、ハーメルンっぽいですね。そうついてきてくなっちゃう。面白いのよ。だからそういうコンサートだと楽しいじゃないですか。例えばこういうのをきっかけにしてこういう別の世界にこう聞きに行くとかいう、そういう体験の一つにもなったら面白いかなと思うし、そういういい相互交換っていうのがあるといいなと思いますということでしたということでパート3終わり、はい、ということでですね、2部も、いよいよ終盤に差し掛かってまいりましたが、はい、この後はですねエヴァンゲリオンのエスニックメドレー、そしてフライミートゥーザムーンを聴いてください。Thank you.
指見心地になってしまいました。あまりの美しさにヘロヘロになってしまいましたね、はい、この Fly Me to the Moon という曲は、うん、もう本当にあの世界中で、うん、あの愛され続けている曲だと思うんですけれども、まあ、これをあのテレビであの、うん、エヴァンゲリオンというアニメがエンディングに使用したとい う、 そうです、ね、いろんなバージョンがありましたけどね。そうですね、たくさんのバージョンがあって、で、今日あの多分受付でも、あの販売されているパンフレットの中にも、あの庵野監督がおっしゃってるんですが、このフライミートザムは曲も素晴らしいし、歌詞の意味がまた素晴らしいと、あのおっしゃってて、あの私歌詞の意味んって思ったんですけど、あの英語ができないので意味が悲しいかな分からなくて、同じくです。どんな内容なんだ、ま、あの本編中の結構イメージ的なものにも割と近いものが月っていうのが結構重要な鍵を握ってくるっていうふうにはお伺いしてたんですけど、私はやっぱり月とレイちゃん、青い月の光と、すごい浮かびますね。そうですね、あのエンディングの映像が浮かびますね。はい、なんかもうヘロヘロになっちゃったんで、ね、お願いしますって感じなんですけど、そう、そうで
ですね、それでじゃ あ頑張りましょう先輩それでですね、というわけで、はい、いよいよ、うん、19日に、うん、エヴァンゲリオンの映画が、うんうん、完結編が上映されることに、ね、なりましたけれども、どうでした？何日ですか？あと10日、11日そうですね、はい、あ皆さん待ち遠しいですよ ね、 そうですね。アフレコを得られてどうでしたか、先輩は。先輩はですね、そうですね、やっぱりね、私は本当にもう何度も言いますけれど全く初めてのアニメーションのレギュラーで、はい、それであんまり大人の女の役というのがないみたいなんですよね。それが最近になって分かったんですけれども、それを本当に初めての作品で、しかも庵野さんってもう本当すごいんですけれども、科学者としての生き方とその裏のもう女として、30歳の女としての生き方も本当にラストまでもう本当にきめ細やく細かくきめ細かく書いてくださってて、ね、もう女性の気持ちをとても分かってらっしゃる方ですよね。私はもう大満足で終わらせていただきましたということだけ言わせてもらいます、そうですね、なんかいろんな、そうですね、もう完結だっていうことで、でもね、正直とても胸の痛くなるシーンが多くてですね、でもうすごく感動するシーンもあって、実は私白状しちゃうとアフレコの最中こっそり一人で泣いてしまったんですよ。本当はいけないんですよ、泣いてしまうと鼻声になってしまうので、声が変わっちゃうんで、絶対にどんな気持ちが入り込んでしまっても泣いちゃいけないっていう鉄則を自分で持ってたんですけど、どうしても我慢できなくてちょっとうるっと、まあ自分の出ているシーンではないんですけれども、してしまったところがあって、すごく素晴らしい作品に仕上がってると思います。アスカ役の宮村優子ちゃんなんかも、はい、もう、うん、本当に自分の出番以外はもう見れないっていう感じでしたね。ぜひですね、劇場には心臓に毛を生やして見に来ていただいた方がいいと思います。覚悟をして、あんなことやこんなことがあります本当に、うん、ぜひでも見てまた感想などを聞かせていただけたら嬉しいなと思います。でも本当にエヴァに出会えて、はい、まやちゃんもそうですけれど もう今日、はい、この日もう今の演奏を聞いてもそうなんですけれども、なんかもうみんなでなんか今の、はい、曲をみんなで聴けたっていうのが私もすごい幸せだなと思います。幸せですね。でここになんかもう本当だったらね、うん、キャスト全員がいてくださったらどんなに素敵だったろうと、そうですね、まあ、本当に感動してます、はい、最後の曲になります、メサイアのうちハレルヤです。お聴きください。Ah!
Cheryl, ladies and gentlemen. Please put your hands together. This wouldn't have been possible without this man.
Thank you, Japan. Don't worry, arigato. Don't worry, arigato. We wanna thank you. Thank you. だから、まあいろいろな、声優さんであったりとか、まあ、声優さんはもちろんそのエヴァンゲリオンというものにすごく密着した存在ではあるんだけれども、いわゆるその社会的にそういうもの、いわゆるアニメーションというものに密着しないクラシックのオーケストラであったり、まあ、まああの時はラッパーもいたりとか、いろいろそういうあんまり密着しないものまでどん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 飲み込んでいって、ああいうキャパシティが、2000人でしたっけぐらいのところで5日間のコンサートをやるっていう、まあそういうものをやる、僕らやるものよりもそういうあそこに参加した人が、参加つまり見に来てくれたファンが、そういうところで少し痛快に感じてくれれ、少しでも痛快に感じてくれれば、まああのイベントはすごくやって意味があったんじゃないかなって思うし、またまあ終わってみるとやっぱりああいう、大風呂式なイベントっていうのはあまり想像できるものではないから、やっぱりまあやったものとしてもそういう痛快感を少し味わえたんじゃないかなという感じですかね。